こんにちは。アシストサービストヨタです。今日は、えっと、株の怖さについてちょっと述べてみたいと思います。と簡単な一,一文ぐらいしかない言葉なんですけど、あのー、僕もあの本の中、本を読んで学びました。その言葉というのが、株は余剰資金でやりなさいという言葉です。余ったお金でしなさい。普段の自分の生活費だとか、 そういうなんをまず確保してそのあとプラス余ってる分でだから生活費には手をつけるなという意味ですね。なは良くないんかしらけど生活費は生活費で絶対ないと生きていけないのでそれとは別の余ったお金で株はするべきという習いました。それは誠に大切なことでそれをしないと本当に身の破滅が待っていると思います。 まあうんまあ、大体においてそうだと思います。まあ、今日はそれだけです。ありがとうございました。